いやー、ちょっと今回もですね、とんでもない情報なんですけども、え前回の動画からさらにですね、え追加情報というか、まあ、補足できる情報があったので、まあ、皆様にえ今回はお伝えしていきたいなというふうに思っております。えー、それではね、えー、ぜひ皆さん最後までご覧ください。 さあそれではですね、まあ、前回ね、えー「鬼滅の山」の公式さんから、まあ、とんでもない情報がね、まあ、解禁されたんですけども、えー、まずはね、まあ、こんな感じで、えー、プロモーションリール2024ということで、えー、アニメ えー、鬼滅の山の最新情報をお届けする、えー、プロモーションリール2024が、まあ、2023年の、えー、12月の10日の日曜日に、えー、公開決定と、ま、いう情報が、まあ、前回というか、まあ、今週ね、うん、公式さんから明かされたわけなんですけども、ま、あね、本当にこの情報っていうのは、 まあ、とてつもなくてですね。えまず、まあ、これ自体本当に嬉しいことではあるんですけども、え今回ですね、えなんとえ、アニメの公式サイトから見てみると、まあ、少し文面っていうのが変わっていてですね、えこんな感じだったんですよね。はい。 アニメ、鬼滅の刃に関する新情報を盛り込んだプロモーションリール2024が12月の10日の日曜日に公開決定と。はい。少しだけ本当に違うんですけども、皆さん、ここからとんでもない情報っていうのが読み取れるのがわかりますでしょうか。まあ、そもそもね、まず、 え、柱稽古編の PV ではなく、続編を含む、え、プロモーションリールである理由っていうのが、まあ、やばいんですよ。はい。で、そして、え、新情報を盛り込んだという文面からわかることがあるんですけども、え、すなわち、え、少なくとも今回ですね、 鬼滅の刃の柱稽古編の最新情報プラスですね、新作のアニメの最新情報っていうのが、まあ、この日にね、解禁されることがわかるんですよ。まあ、これがですね、 かなりエグいんですよね。まあ、新情報を盛り込んだと、え、いうことは、柱稽古編だけではないですし、え柱稽古編 PV と、まあ、言っていないので、まあ、やはりね、え、プロモーションリールっていうのは、柱稽古編だけの、ま、情報ではないんですよね。いや、これはね、本当に嬉しいですよね。はい。で、さらに、 プロモーションリール2024という文面なんですけども、まあこれはね、わかっているとは思うんですけども、鬼滅の刃柱稽古編が、まあ、2024年に放送であることが、まあ、この文面から、まあ、確定しているんですよ。はい。2024年の最新情報をお届けするので、まあ、柱稽古編がね、 まあもうすでにまあ2024年放送であることが告知されてしまっていますいやーまあ2024年の何月放送かはまだ現段階ではわからないんですけどもまあこの日に放送日の詳細っていうのも明かされてくるでしょう でさらにですね柱稽古編以外の新作アニメも2024年放送であることが確定していますよねいやーこの2つの情報が、まあ、2024年に放送ということで、まあ、どんな感じのねいや情報となってくるのでしょうかまあ新情報を盛り込んだというね、まあ、文面が いいやかなりやばくなりくってきてきますよねでそしてえ今回この情報があ直前ではなくえ1ヶ月前にえこの情報を告知する理由なんですけどもえそれはですねえ公式からあ皆様へこの日にすごい情報を発表するので楽しみにしといてくださいねとサプライズを用意していますよ。 とということなんですよねまあね、予告の予告をするっていうのは、そういうことなんですよ。まあ昨年はですね、柱稽古編の最新情報をこの日に公開するよというのはあったんですけども、プロモーションリールをこの日に公開するよ。 というのはなかったんですよね。なので、まあ、柱稽古編以上の、まあ、とんでもない情報が、まあ、この日に公開されるであろうと、まあ、いうことなんですよ。はい。えー、そう考えると、まあ、よりですね、えー、12月っていうのがまあ楽しみになってきますよね。はい。ということで、えー、みんなでこの日を楽しみにしておきましょう。えー、さらにですね、 詳細は続報お待ちくださいということで、え嬉しい追加情報っていうのもえあると思うので、まあ、そちらの方もねえ、楽しみにしておきましょう。えでは、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう,うっ